長らくお待たせいたしました。これより東京都知事候補細川森博、細川森博街頭演説会、いよいよ最終日、ご当地においての最後のお訴えでございます。皆様方にはぜひお聞き逃しないよう、お見逃しのないように、ご当地にて熱いご支援をお願い申し上げます。そして今日もこの木屋町交差点、もちろん応援に、細川森博の応援に、小泉純一郎共に連日ダウンジャケットを羽織りながら、細川森博の応援に力を注いでまいりました。小泉純一郎、そろっての皆様方への最終日のお願いでございます。どうぞ皆様にはぜひ最終最後までご成長いただけますよう、よろしくお願いを申し上げます。それでは候補者本人、細川森博より最終日の最後のお訴えです。細川さん、皆さんこんにちは。こんなに雪の降る中に、こんなに大勢の皆様方に駆けつけていただきまして、耳を傾けていただいて、本当に心強く嬉しく思います、本当にありがとうございます。選挙戦も余すところあと数時間残すだけになりました。最後のお訴えにこの場所ではなりますが、しばらくどうぞお耳を貸していただいて、最後の最後まで一つ皆様方のお力を貸していただきますように、これよりお願いを申し上げます。私は政治の世界を引いてからしばらく田舎に引きこもってのんびりと過ごしておりました。しかしどうも最近政府の考えていることは、国の考えていることはおかしなことばかりと言ってもいい感じがして、いろいろ腹にたまるものがいろいろとあったのですが、つい最近政府は国のエネルギーの基本計画の中で原発を基幹電源として位置づけるというような方向を打ち出しました。そして原発を再稼働するということも方向として近いうちに打ち出そうとしております。とんでもない。今福島の事故の原因の究明もなされていない、まだ垂れ流しも続いている、これだけどれだけ長い間この事故が収まるまでにかかるか見当もつかない、コストもどれだけかかるかわからない、そういう状況の中で原発を再稼働する、とんでもない話だと。まあ他のことはこれは国がやっている話ですから、私もまあ腹に収めてなんとか我慢をしていましたが、この原発の話は私たちの世代だけではなくて、子供や孫たちの世代にも大きく関わる話です。原発を後の世代に付け回しする、あるいは核のゴミを付け回しする、そんなことはとてもやれることではない。何としても私たちのこの世代の責任でこうした問題にきちんとしたケリをつけなければダメだと。小泉さんもそうしたらそうだ、これ一緒に戦ってやろう、そう言って立ち上がっていただきました。もう毎日こうして雪の中でも雨の中でも、総理の時もやったことないと言われるぐらい、一緒にこうしてスクラムを組んで街頭に立っていただいています。本当に心強いことです。今日は南相馬から桜井市長さんも駆けつけていただいて、その原発のその被災、その悲惨さを体験として訴えていただきました。本当にありがたいことです。今都政にはさまざまな問題がある、これは都の職員の方々が素晴らしいプランをすでに出されております。
アクションプログラム、この中にほとんどのものがきめ細かく都の職員の方々の英知を集めて触れられている。問題はそれに優先順位をつけてどうやってそれを具体的に進めていくか、もうそのことにほとんど尽きると言っても過言ではないと思います。リーダーに求められていることは何か、私はこのところずっとそのことを言ってきました。知事の時も総理の時もリーダーに求められていることは大きな方向を示すこと、そしてビジョンを示して、あまり重箱の隅つつくみたいな細かいことはリーダーがいろいろ言うとかえって職員の人たちはスタッフの人たちはやる気をなくしてしまう。ですから職員の人たちが、都には今17万人の職員の方々がおられます。その17万人の職員の方々がやる気を持ってモチベーションを高めて、そうしたプランに取り組んでいただくように、雇用から福祉に至るまでさまざまな問題に取り組んでいただけるようにする、それが知事たる者の一番の仕事ではないかと、そう思っております。大きな方向を示して、具体的なことは細々としたことは全てスタッフの方々にお任せすると申しましたが、その時に私は一つだけいつも知事の時も総理の時も言ってきたことがありました。それは何かというと、どんなプランでもどんな計画でも計画を進める時には、誰が何をどういう方法でどれだけのコストをかけていつまでにやるのかということを明確に示してもらいたいということです。いつまでにということがはっきりしないものはプランとは言わない、計画とは言わない。何でも期限を区切っていつまでにということを明確にしないようなものはダメだと、そんなものはダメだと言って私は随分突っ返したことがありますが、公約というのは期限が決まったもののことを言うんです。どうも今までの政治の中で私はあんまり明確に期限が区切られたようなプランや計画というものが少なかったように思います。私は知事に押されてもしなったならば、さまざまな問題について明確に期限を区切って、まあ、例えば待機児童は4年間でゼロにするということも言っておりますが、いろいろな具体的な問題についてもその点をはっきりとさせて、さまざまな問題に取り組んでいきたい。オリンピック・パラリンピックの問題を一つ申し上げておきますが、これは東北のことも念頭に置いて進めていかなければならないと思っております。東京東北オリンピックという形でオリンピック・パラリンピックの果実というものが東北とも分かち合えるような形にしていくということが何より大事なことだと思いますし、オリンピックの精神、オリンピックのムーブメントというのはスポーツだけではなくて文化とか環境とかそうしたものも含まれておりますから、東北とそういう点でもいろいろ分かち合ってやれることがあるのではないか。もっと具体的に言えば、今度のオリンピック・パラリンピックの時には自然エネルギーを使ってオリンピック・パラリンピックのさまざまな施設でも運営でもそうしたものの推進に当たっていく。これだけ
科学技術が日本は力があるんですか。分散型のエネルギーとか自然エネルギーとか様々なものを使って原子力原発の電気を一切使わないで今度のオリンピックは6年後のオリンピックは成功させることが必ずできると私はそう確信しております。そのオリンピックを6年後のオリンピックを契機としてそれから日本は自然エネルギーの先進国として世界に飛躍をしていくそのきっかけを作るそういう意味で私は当初はオリンピックにいささか消極的な気持ちを持っていたんですが決まりましたからにはそれを一つのきっかけとして一つの目標の起源としてそれから日本全体の発展というものをこのオリンピックを機に目指していくということは非常に素晴らしい目標だと思います。今度の選挙は原発の問題は脱原発などということは都政の焦点ではない選挙の焦点ではないいろんなところでそういうことを言っている人があります。そうです、とんでもない。マスコミでも半分ぐらいのテレビや新聞は原発の問題を脱原発のことを意図的に取り上げない。新聞でも報じない、テレビでも報じない。私は 2,3 日前に4人の候補者とテレビ討論に出たときに私に与えられた脱原発に関する発言はたったの10秒。なんだこれは。他の候補者には何も発言の時間はありませんでした。数日前に NHK のラジオ番組に出ておられるある大学の先生は脱原発のことを言いたいと言ったらダメだとプレッシャーをかけられて、そんなことなら自分はこの番組を降板すると言って降りられました。なんだか本当におかしいぞと。これは NHK の経営の人たちの中にも最近新聞で報じられるように時代錯誤のことをいろいろ言ってる人たちもいる。どっちを向いて物を言ってんだ。国民のこれは公共放送が官邸の方を向いて物を言ってんじゃないか。どっちを向いてんだ。本当にこれはおかしなことだと思います。今度の福島の事故でたくさんの人たちが東京に避難して来られました。そして東京の一部では水も止まったし電気も止まったし外国の大使館の人たちまで故国に逃げ帰られた。そういう問題は今度は脱原発は争点じゃないと言ったってそういうことはみんなこれ都政に大きな関わりがある問題じゃありませんか。これが都政の問題じゃないなんてとんでもないことだと思います。知事の第一の仕事は何か任務は何かといえばそれは都民の命と暮らしを守ることです。今度この東京の近くにもいくつか原発が立地していますけどももしまた福島のようなことが不幸にして起こったらこれは都民の暮らしにも命にも大きな影響が出る可能性がある。まさしくそれこそ都知事の仕事は都民の命と暮らしを守るということが第一であるとすればそれこそまさに都政の最大の問題じゃありませんか。それが意図的にそうした問題を新聞もテレビも報じない。それをやられると
脱原発の勢いがつくからということで、そういう卑劣な手段を講じている。これは本当に民主主義のあり方としていいんだろうか。ますますどうも私は不信感が高まっているところです。今ヨーロッパの国々はドイツでもドイツをはじめとして、もう原発みたいな古いエネルギーはやめよう、そういう産業をやめようということで、多くの今まで原発を作っていた主要な企業が皆自然エネルギーに切り替え始めました。すでにもうほとんどやめちゃったところもある、シーメンスとか GE とか。そして自然エネルギーに切り替えて経済の成長を図っている。日本も今からならなんとか滑り込めるかもしれない、なんとか間に合うかもしれない。一刻も早く、今原発は止まってるんですから、この機会に自然エネルギーに切り替えて、そうすれば日本の企業はみんな自然エネルギーに切り替えて成長していきたいということを強く希望しているところもたくさんある。なぜできなかったか、原子力村が圧力かけてきたからです。だからたったの 1% しか自然エネルギーがない。本当に困ったことだと思います。そういう、これはまあ政官業の一つの象徴的な例だと思いますが、そういうものをやっぱりぶち壊していかなきゃならない。そのためには本当に大きな力が必要だと思います。エネルギーが必要だと思いますが、必ず私は皆様方がこれからはもう自然の力でもって、日本は昔から三世の草木、自然の中で自然と共生して生きてきました。その力を使って自然エネルギーをこれからの成長の力にして、その果実でもって雇用や福祉を維持していくんだ、確保していくんだという方向に舵を切っていたならば、これはトップがそういう決断をすれば必ずそういう方向に動いていきます。これは壮大な実験と言ってもいい、壮大な歴史的な実験と言ってもいい、大きなロマンのある話です。そして実現不可能な夢じゃない、本当に実現できる、実際に私たちが確実に手にすることのできる大仕事だと思います。やりがいのある仕事だと思います。ですから今度の選挙で、これは東京だけの選挙じゃないんです、世界中が注目してる。この間外国の特派員クラブに行ったら、たくさんの外国の記者たちが部屋からあふれんぐらいにたくさん詰めかけておられました。世界中が注目してるんです。日本はこれから今までの古い原発に相変わらず寄りかかったままで衰退の道をたどっていくのか、それとも自然エネルギーで新しい経済の飛躍を成し遂げていくのか。原発がなくなったら、いや原発がなくなったら日本は落ちぶれていくのか。そうじゃないんです。自然エネルギーこそ国内需要を喚起していく一番の切り札だということを、私たちはよく腹に置いて、これからの時代を切り開いていくために力を合わせていかなきゃならんと思います。今度の戦いはそういう意味で本当に歴史的な戦いになります。どうか一人でも多くの皆様方にお声をかけていただいて、2人でも3人でも5人でも、そして YouTube でも、そうしたものでも、またこの皆様方の熱気を伝えていただいて、なんとかこの厳しい戦いを切り開いていくことができますように、重ねて皆様方の大きなお力添えをお願いいたしまして、小泉さんにバトンタッチさせていただきます。ありがとうございました。小泉純一郎でございます。雪の中をよく大勢の皆さんが
出演をしていただきまして本当に感激しております。勇者だ勇者。今銀座を今日は歩行者天国です。ほとんど人が歩いていない。おーやばし、カメラの方が多いんじゃないかなと思ったんです。さあこれだけの大勢の人がね応援に駆けつけていただいてる。本当にいないところでね、連日もう先月の23日から今日まで連日細川さんと一緒にこうして皆さんにお願いに参ってます。最初の初日はね、私の方が元気だなと思ったんです。細川さんよりも日に日に細川さん元気になっちゃってね、この人年を感じさせられないと最近思うようになってきた。やっぱりね、日頃土をいじって焼き物作っていた、田舎に引っ込んで自然を愛していた、これ自然の中で生活しているっていうのは強いのかなと思ってきましたね。この調子なら何年知事やっても大丈夫だ。私ももう皆さんからね年寄りだって言われてますけどね、この選挙戦い始めてから年を感じなくなりましたよ。頑張れ。過去の人でもね、一国民として細川さんと一緒に新しい今より良い社会を作らなければならない、やるべき仕事がある、そう感じたからね一緒に戦ってる。やりがいのある仕事を見つけると若返ってくる気持ちがあるんです。私はもうそんなに長い話をするつもりはありません。こうしてね毎日毎日皆さんの熱い視線、それが心に伝わってくるんですよ。雨の中でもご視聴お願いにした、雪が降っても皆さんに訴えて、今日最終日、久しぶり何十年ぶりの大雪だ。しかしね、細川さんが屋根も鉄砲でも持ってこいっていう覚悟で出たんだから、雨や雪なんか何でもないんですよ。不思議なことだけど私はねこの選挙、そして皆さんにお願いして皆さんの姿を間近に見て熱い視線を受けてね、最初に衆議院選挙に立候補したあの気持ちが蘇ってきた。なんだ、初めて40年前立候補して自分は使命感を持って今よりもより良い国を作りたい、おかしいと思ったら戦いたい、より良い社会を作りたいと思って立候補した時の使命感が70過ぎた今また蘇ってきたんです。人間というのはいくら年取ったってね、あ、今よりも明日が大事なんだ。細川さんも私も70過ぎて本来だったらいつ死んでもいい年なんだけども、この日本というものを今よりも良い社会、それは原発なしの社会、これは素晴らしい社会になるんじゃないかと思った。自然を資源にする国づくり、自然を大事にして無限にある自然と共に生きる、こういう社会国をこれから日本で頑張っていく若い世代に残していくのが年寄りの使命だと思うようになったんです。
2番、原発ゼロではできないと言ってるけども、現に原発ゼロでやってるんですから。ドイツは福島の事故を見て与野党が一致して原発ゼロの方針を出した。しかし今でもゼロの方針を出したけども、いくつか原発は動いてるんです。日本は原発を基本的エネルギーにこれからもやっていこうという勢力と、細川さんや私みたいに、いや、ゼロでやってもやっていける、むしろゼロの方が新しい自然再生エネルギーの産業が起こる、そういう気持ちで今せめぎ合いが始まっているんだけども、原発持っている国でゼロの方針出してないけども、ゼロでやってるのは日本だけですよ。少年よ、大将いた。これは子供の頃、クラーク博士いい言葉を残したな。英語を習い始めた頃ですから、 Always be ambitious、 難しい言葉だけど今では覚えてる。しかし大きな志、高い志を持つのは少年だけじゃない、年取っても大志を抱くことができるということをこの選挙戦中読みがえって感じましたよ。今よりもより良い国を作ろう、自然を破壊しかねない科学技術立国になるよりも、自然の生態系を大事にした科学技術立国のははるかに良い国になる。その夢のある壮大な事業に向けて政治が舵を切れば、方向を示せば、日本国民は必ずそれに協力してくれる。そういう思いでこの選挙を戦ってまいりました。どうか、明日は投票日でありますけども、細川さんが都知事になれば必ず大胆に原発ゼロの東京、原発ゼロでオリンピック・パラリンピックを成功させる、その姿を世界に見せてみる。原発の電源なしで東京は成長発展する、その実現する姿を皆さんと共に進めることができると思ってるから、私は細川さんを応援してるんです。どうか老いも若きもこれから原発なしの国を作ろう、東京を原発の電源なしで成長させよう、そして男も女も老いも若きも大きな志、高い志を持って原発ゼロの社会を作ろうという戦いに進もうじゃありませんか。そのためにも細川さん、皆さんの大事な一票、明日の投票には必ずご支援いただき、細川さんを当選させてください。まだまだ時間あります。本当に寒い中ありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございます。ご清聴をいただきまして皆様誠にありがとうございました。東京都知事候補細川守博、細川守博、そして共に戦う男子小泉純一郎、小泉純一郎より、最終日の心からのお訴えをさせていただきました。皆様本当にありがとうございました。たくさんのご支援が本当に励みになってまいります。どうか皆様には明日の投票日迷うことなく、細川守博、細川守博、圧倒的なご支援で細川守博にその大きな勝利の花を咲かせていただけますようによろしくお願いを申し上げます。細川守博でございます。たくさんの皆様お耳を傾けていただき、そしてこの17日間支えていただきましたことに、細川守博、細川守博、心よりの感謝と御礼を申し上げながら、どうかぜひ細川守博、細川守博、
負けるわけにはいかないこの度の戦い、なんとしても皆さん東京都民一丸となって細川守弘、細川守弘、皆様の新しい舵取り役としてぜひお選びをいただけますようにお願いを申し上げます。ありがとうございました。いよいよこの選挙戦も残りあと数時間の戦いです。細川守弘、細川守弘、最後まで持てる力すべてを尽くして戦ってまいります。どうか細川守弘、細川守弘と皆様には選挙戦最後の最後まで大きなご支援をお寄せいただけますようにお願いを申し上げます。東京都知事候補細川守弘、細川守弘、本日はこの後も細川守弘大戦車に乗り込みまして皆様方に最後の最後のお願い、車に乗って本人直接のお願いに行ってまいります。そして共に戦う同志小泉純一郎、小泉純一郎、皆様のもとへの最後のお願いに行ってまいります。どうか皆さんには細川守弘、細川守弘、ご支援の輪をお一人でも多くの皆様にお声を広げていただけますようにお願いを申し上げます。細川守弘にぜひお力をお寄せください。皆さんご清聴いただき本当にありがとうございました。これより次の遊説地へと出発をさせていただきます。本日最終日はいよいよ最後の最後のお訴え、新宿東口アルタ前18時よりの皆様方へのお訴えをさせていただきます。どうかよろしくお願いをいたします。すごい人気でしょう、相変わらず。人徳のなせる技ですね。さあ、いよいよラストランです。次、新宿駅東口アルタ前で細川守弘都知事候補のラストランです。皆様最終最後までお付き合いください。下馬評をみんなでひっくり返しましょう。明日は必ず細川候補の当選を願ってみんなで願って応援しましょう。細川守弘、細川守弘、いってらっしゃい。皆様どうか止め上げてください。ありがとうございます、ありがとうございます。細川守弘、まさに今歴史的なこの選挙戦、ほらほらまだ余韻が。細川守弘、細川守弘、現場にいないとちょっと分かんないんだけど、なんとなく帰りたくない雰囲気あるんだよね。この選挙戦を戦っております。細川守弘、そう、アルタ前から日本を変えよう。ラストラン盛り上げていきますよ。いや、しかし本当寒いわ。もう吹雪いてる。候補の熱い演説と同じぐらい吹雪いてますよ。お茶ありがとうございます。一人でも多くの皆様に拡散してください。電話で皆さんに呼びかけてください。
明日は必ず投票に皆さん行っていただけますようお願いします。東京を変えれば日本は変わります。人格と実績と達成力の持っている候補、細川候補、どうぞ皆様応援拡散よろしくお願いします。それでは次の地に移ります。次でラストランです。新宿駅東口で会いましょう。失礼いたします。